大航海時代。大航海時代とは、ヨーロッパ人がアフリカ・アジア・アメリカ大陸への大規模な航海を行い、発見した土地で略奪や搾取の限りを尽くした時代。15世紀半ばから17世紀半ばまで続き、主にポルトガルとスペインにより行われた。大航海時代の名称は、1963年岩波書店にて、 大航海時代創始を企画していた際、それまでの地理上の発見、大発見時代といったヨーロッパ人の立場からの見方による名称に対し、新しい資格を持ちたいとの気球から、マスダ郎により命名された。マスダは大航海時代の時間的範囲について、議論があると前置きした上で、具体的な始まりと終わりの年を提案している。マスダによれば、大航海時代の始まりは、 1415年におけるポルトガルのセウタ攻略。終わりの年は30年戦争が終結し、ロシア人の探検家セミオンデジニョフが、チュクチュ半島のデジニョフ岬に到達した1648年である。人類出現以来、隣り合う文化文明は互いに交流し、影響を及ぼし合ってきた。文化交流は人類に限られたことではなく、道具の使用をも、 文化と認めるなら、チンパンジーや一部の鳥獣についても、個体感や隣り合う地域を介して、文化交流が行われている。人類は、言葉や文字を使用するので、より円滑に、文化文明を伝播することが可能であるが、極東と西ヨーロッパのように、遠隔地に住む人々が直接交流するためには、試行錯誤を経た知識の蓄積や、異国から得た科学技術の進歩が必要であった。 強大な国家が成立した場合、当然のように遠隔地間交流が加速する。そのことは四大文明の発祥地をはじめ因果、帝国やアステカ帝国の例を見るまでもなく明らかである。古代ギリシャ人は、地中海周辺とエジプトさらに、アケメネス朝、ペルシャが支配するオリエントの一部を世界として認識していた。アレクサンドロス三世。 大王の東方遠征によって、ギリシャ人の世界遺産は、インド、中国までに一気に広がった。アレキサンドロス3世がペルシャの巫女をめとったことに象徴されるように、アレキサンドロス3世の帝国ではコスモポリタニズムが、標榜され、遠隔地に住む、人々同士の交流が、盛んに行われ、その伝統はリアドコイたちが建国した国々や、ギリシャ文化の影響を強く受けた古代ローマにも、 受け継がれたパックスロマーナの下、整備された航路や道路を使って盛んに遠隔地交易が行われ、地中海地域や中東地域をはじめ遠置く極東からも、珍しい商品がローマにもたらされた。多様な人種、民族が奴隷となりあるいは傭兵となり、またある人々はローマの富を求めて流入し、国際間の交流はますます増加して行った。中東、インド、 中国でも強力な世界帝国が成立し、その影響下にある国々の間で盛んに交易が行われ、多数の交易路や航路が開拓整備された。アフリカ地域でも古代エジプトのほか、大道の区部にも王国が成立し、円や金が大陸を行き交った。このように、各地域で発展した交易圏は、時代と共に互いに接触を深め、旧世界においては、 世界的交易ネットワークが徐々に構築されていった。ローマ帝国が衰退すると未開人と言われたゲルマン人やノルマン人が相次いでヨーロッパを犯し、またイスラム勢力がイベリア半島に侵入し、ヨーロッパは混乱と停滞の時代を迎える。やがて西ローマ帝国領土であった現在のイタリア、フランス、ドイツではカトリックを精神的支柱とするフランク王国が出現した。 フランク王国はゲルマンの伝統を色濃く残していたが、ローマの遺産も尊重し継承した。ようやく安定がもたらされた西ヨーロッパの経済が活性化し富が蓄積され、フランク王国はトゥール・ポワティエ間の戦いでイスラムの北進を阻んだ。ペストの流行や気候寒冷化による混乱の中で暗黒時代を経験した中世ヨーロッパであったが、数世紀を経て、 ゲルマン人やノルマン人の国家が通った、宣伝され、徐々に力をつけていった。西暦千年頃、バイキングと呼ばれていた、ノース人が、ビンランド、ニューファンドランド島のランスをメドに到達した記録が、赤毛のエイリークの佐賀や、グリーンランド人の佐賀に記録されている。しかし、先住民スクレリングの激しい抵抗にあい、10年ほどで放棄した。 11世紀後半セルジュークアサ、トルコがパレスチナを占領する。セルジュークアサトルコの脅威を受けて、東ローマ帝国皇帝アレクシウス一世コムネノスは、聖地回復を第二名分に、ローマ教皇、ウルバノス二世に支援を求めた。ヨーロッパ各地に十字軍の結成が呼びかけられた数の王公貴族や民衆がこれに応じた。多くの者が、 殉教精神から十字軍に参加したが、教皇は東方教会への影響力拡大を望み、王公貴族はイスラムの領土や富の集奪、さらに交易が盛んな文化国家東ローマ帝国への影響力行使を望んだ。教信者や野心家、ブライカンまでも含む十字軍は、1096年、聖戦の名のもとに東方へ進軍した。利害対立によって、 構想を繰り返していたイスラム勢力を撃破しながら、パレスチナやその周辺を占領し複数のキリスト教国家を建設したが、寄せ集め勢力の十字軍もまた主導権争いに明け暮れ、ローマ法王や東ローマ帝国との対立も深まり、混迷の様相を呈した。利権をめぐって、敵の敵は味方とばかり、十字軍勢力とイスラム勢力が同盟する事態さえ発生した。 また十字軍によるイスラム教徒、ユダヤ教徒など異教徒への激しい弾圧が民衆の抵抗を招き、長引く戦争によって十字軍内の士気は低下し、堕落と沿線気分が蔓延した。さらに十字軍遠征による戦費調達は重く、ヨーロッパ各国民衆にのしかかり、熱狂的殉教精神も次第に沈静化していった。サラディーン、サラーフ、あ、イコールディーン。 による反撃から約1世紀1291年、十字軍は最後の拠点であった悪根を失い、聖地から地中海に追い落とされてしまう。軍事的に失敗した十字軍遠征ではあったが、戦争によって東西交流はより発展した。ヨーロッパから鉱物資源や毛織物等がイスラムから香辛料や絹等が今まで以上に東西間で交易されるようになった。 それによって、ヨーロッパとオリエントの間に位置する東、ローマ帝国やイタリア諸都市国家の経済成長が顕著になる。ことに、イタリアでは、東西交易に伴い、東ローマ帝国の保存していた古代ニリシアの哲学、科学やイスラム諸国からの当時世界最高水準にあったイスラム文化やイスラム科学が紹介され、しかも十字軍失敗によって、ローマ教皇の権威が低下し、 宗教戒律に疑問を持った人々の中から、ルネッサンス運動が開始されて近代への扉が開けられた。モンゴル帝国が起こった頃、東方のキリスト教徒プレスター・ジョンが大軍を率いて、イスラムを攻撃するという噂がヨーロッパに広まった。プレスター・ジョン確認のために、ローマ教皇や西ヨーロッパ各国は、国情視察も金同盟や交易を求めて東方に施設を派遣した。 そしてプラノカルピニの施設はカラコルムに達し、1245年、グユクハーンとエ見を果たした。そこは、プレスタージョンの国ではなかったが、宗教や移民族に比較的寛容な、モンゴル人はヨーロッパ人を受け入れ、パックスモンゴリカの下で、イタリア商人やイスラム商人が頻繁に東、アジアを訪れるようになり、カラコルムやダイトなどの主要都市に長期滞在する者さえ現れた。 中でも、マルコ・ポーロは、約20年にわたって行われた、旅行体験をルステ・ィ・ケロ・ダ・ピサへ講述し、ピサが、東方圏文録として表し、ヨーロッパに広まった。イスラム諸国、インド、中国、ジパングについての記述が、プレスタージョン伝説と共に、ヨーロッパ人の世界への好奇心をかき立てた。15世紀。 モンゴル帝国が衰退すると、強力な官僚機構と軍事機構を持ったオスマン朝、トルコが1453年ビザンツ帝国を滅ぼし、イタリア諸都市国家の連合艦隊にも勝利して、地中海の制海権を獲得した。東西の中間に草を打つオスマン朝は、地中海交易を支配し高い関税をかけた。旧来の経済秩序が激変し、新たな交易ルートの開拓がヨーロッパに、 渇望されるようになる。とはいえそのオスマン帝国の進出後もベネチアによるオスマン帝国との地中海貿易は続き、16世紀後半から17世紀にかけて、また流星し一時はポルトガルのインドルートをしのぐほどになるので、オスマンの進出がどの程度地中海貿易に影響を与えたかは、はっきりしていない。ポルトガルやスペインはもともと地中海貿易の外れに、 あったので地中海貿易による恩恵が薄かった。ベネチアは東地中海においてイスラム諸国との貿易をほぼ独占していた。イベリア諸国はベネチアと対立していたジェノバ商人が大きな影響力を持ち彼らがベネチアの地中海貿易に対抗して両国の西部進出に出資した。特にホルトガルは西の外れにあり地中海貿易、北海、 バルト海貿易の恩恵も受けることができなかったので、必然的に進出先は西アフリカになったのである。一方、15世紀なカバオス万長が流星を極めつつ、あった頃、ポルトガルとスペイン両国では国王を中核として、イベリア半島からイスラム勢力を駆逐しようとしていた、レコンキスタ。長い間イスラムの圧迫を受けていたポルトガルとスペインでは民族主義が沸騰し、 強力な国王を中心とした中央集権制度が他のヨーロッパ諸国に先駆けて確立した。また、このコロガンーなキャラック船やキャラベル船が建造されるようになり、ラシンバンがイスラムを介して伝わったことから外洋航海が可能になった。ポルトガルとスペインは交代するイスラム勢力を追うように北アフリカ沿岸に進出した。新たな交易ルートの確保。 イスラム勢力の駆逐、強力な権力を持つ王の出現、そして航海技術の発展、海外進出の機会が調整されたことで、ポルトガル・スペイン両国は競い合って、海に乗り出していった。初期の航海では、遭難や難破、敵からの襲撃、解決病や、薬病感染などによって、乗組員の生還率は20%にも満たないほど、危険極まりなかった。 しかし遠征が成功して、新航路が開拓され新しい領土を獲得するごとに、海外進出による利益が莫大であることが立証された。健康と不屈の精神そして才覚と幸運に恵まれれば、貧者や仮想民であっても人世にして、王公貴族に匹敵するほどの富と名声が転がり込んだ。こうした早い者勝ちの機運が犠牲を問わず人々の競争心を煽り立て、 ポルトガル・スペイン両国を中心にヨーロッパに公開ブームが吹き荒れるようになった。また、ローマ教皇も海外侵略を強力に講演した。16世紀初頭から宗教改革の嵐にさらされていたカトリック教会は、相次いで成立したプロテスタント諸派に対抗するため、海外での新たな信者獲得を計画し、強固なカトリック教国であるポルトガル・スペイン両国の公開に、 使命感あふれる宣教師を連れ添わせ、両国が獲得した領土の住民への布教活動を開始した。いち早くレコンキスタを達成したポルトガルは、北アフリカへの侵略を確固とし1415年、ジョアニ一世の時命を受けた三人の王子が、北西アフリカのセウタを攻略した。エンリケ王子は、西アフリカにて、伝説の 金の山を見つけようと沿岸の探検と開拓を続けた。ポルトガルは1460年頃までにカナリア諸島、マデーラ諸島を探検し、シエラレオネ付近まで進出し、さらに増下海岸、黄金海岸を経て1482年、ガーナの地に城塞を築いて金や奴隷の交易を行った。1485年、ディオゴ館がジョアン二世に命じられて、 ナミビアのクロス岬に到達した。1488年、バルトロメウ・ディアスは戦乱を率いて、困難の末に、アフリカ南端にたどり着いた。ディアスはさらに、インドを目指したが強風に行く手を阻まれた挙句に、乗組員の反乱も起こったため、キロに発見した、岬を、嵐の岬と名付けて帰還した。この成果に、インド航路開拓の確証を得た、ジョアン2世は、嵐の岬を、 希望ネと解明させた。1497年7月8日、バスコダガマはマヌエル一世に命じられ、戦団を率いてリスボンを旅立つとインドを目指した。目的はインドとの直接交易。先人たちの知識をもとに4ヶ月で一気に希望峰ネに到達したガマはアフリカ南端を回ってモザンビーク海峡に至りイスラム商人と出会うと、 インドへの航路に関する情報を収集した。1498年5月20日、ついにヨーロッパ人として初めてインドのカリカット、コーリコードに到着したガマは、翌年、香辛料をポルトガルに持ち帰った。1509年2月、フランシスコであるメーダは、国王の命で遠征艦隊を率いて、イスラム勢力と戦い、DU を機戦。 インドとの直接交易を獲得するに至った。ポルトガルは順調にマレー半島、セイロン島にも侵略、1557年にはマカオに要塞を築いて極東の拠点とした。その間、1543年にジャンク船に乗ったポルトガル人が日本の種ヶ島に漂着して鉄砲を伝えている。このようなポルトガルの海峡は特筆されるべきものであり、 その後のヨーロッパの驚異的な発展に寄与したのである。しかし、イスラム商人は古くからインドや中国さらにモルカ諸島などと盛んに交易しており、アフリカ大陸においても赤道周辺地域まで交易権を広げていた。西アフリカに成立していたマリオ王国はイスラムに兼ね、奴隷を輸出していた。また、中国の帝は艦隊の一部が、 アフリカ大陸に到達したと言われ、南アフリカのジンバブエの遺跡からは、インドやペルシャの他中国製の綿製品、絨毯、陶器などが出土している。このように14世紀から15世紀までに、旧世界における世界航路は、様々な国家、地域の民族によって、開拓されほぼ完成していたことも忘れてはならない。世界規模で言うならば、ガマは世界航路の一つに、 アフリカ周りの応援航路を加えたに過ぎないのである。同じ頃、ジェノバ商人のクリストファー・コロンブスは西回り、インド航路を開拓しようと百4 8 4年、ポルトガルに航海の援助を持ちかけた。すでに、アフリカ航路を開拓しインドまで、今一歩に迫っていたポルトガルはこれを拒否する。ポルトガルに遅れをとっていたスペインは1486年、フェルナンド・モセイ。 アラゴン号としては、フェルナンド2世と、その妻イサベルが、コロンブスの計画を採用し1492年、帰還サンタ、マリア号に引きられた船団が、パロス港から西に出港した。1492年10月12日、西インド諸島に属するバハマ諸島に到着した。コロンブスは翌年スペインに帰還して、西回りインド航路を発見したと宣言した。 スペインは公益品を求めてアメリカ大陸深部に進出すると豊富な金銀に目をつけた。インカやアステカを征服し、原住民を牛馬のように酷使して略奪の限りを尽くした。アメリカ航路開拓に遅れをとっていたポルトガルも1500年カブラルがブラジルに到達しその地をポルトガル領に加えスペイン同様に原住民から富を収奪した。 スペインの命を受け、モルッカ諸島への西回り航路開拓に出たマゼラン、マガリアンイスは、スペイン王、カルロス一世への援助を得て1519年8月、セビラから5隻の船に265名の乗組員を乗せて出発した。1520年10月、南アメリカ大陸南端のマゼラン海峡を通過して、太平洋を横断し、グアム島に立ち寄り、1521年に、 フィリピン諸島に到着した。マゼランは、フィリピン中部のマクタン島で住民の争いに加担し、同年4月27日に、州長ラプラプによって殺された。その後、部下エルカーの率いるビクトリア号一隻が航海を、続け、1522年に、セビラに寄港し世界周航を果たし、地球が球体であることを実証した。帰ってきたのは18名であった。スペインはこの後も、 メキシコ、ノビスパンから太平洋を横断し、モルッカ諸島への航路を開こうと躍起になり、ポルトガルと摩擦を起こす。その最中、フィリピンは1571年メキシコを出発したミゲル・ロペスでレガスピによって征服され、スペイン領となった。なお、フィリピンの名は1542年、フィリピン諸島を探検したビリアロボスが、当時スペイ王子であった、フェリペ、 後のフェリペ二世にちなみ、これらの諸島をフィリピナス諸島と呼んだことに由来する。ポルトガルとスペインによる新航路開拓と海外領土獲得競争が白熱化すると両国間に激しい紛争が発生した。さらに他のヨーロッパ諸国が海外進出を開始したため、独占体制崩壊に危機感を募らせた両国は仲介を ローマ教皇に依頼して1494年にトルデシラス条約、1529年にサラゴサ条約を締結した。両国はこれらの条約によりおののの力範囲を決定式特権を防衛しようと図った。ポルトガルやスペインに遅れて絶対王権を安定させ、ようやく公開や探検の後押しをする用意が整ったイギリスやフランス。 スペインからの独立を果たしたオランダといった後発諸国も盛んに海外進出し次第に先行していたポルトガルとスペインを凌駕していった。こうした後発海運国はトルデシラス条約によって診療度獲得から排除されることを拒み独自に航海の経験も積んでいたため新しい技術や地図を使い北の大会に乗り出していった。後発海運国は ポルトガルやスペインは広大な領土を獲得したにも、かかわらず急速に没落していった経験から学んで、慎重かつ綿密な植民地経営を行った。後発海運国の最初の探検は、イタリア人、ジョン・カボとジョバンニ・カボットを雇ったイギリスによる北米探検、1497年であり、イギリス、フランス、オランダによる一連の北米探検の始まりとなった。スペインは、 より多くの天然資源の見つかる中央、アメリカ及び南アメリカの探検に人的資源を集中させていたため、北アメリカの探検に注いだ努力は限られていた。1525年には、フランスによって派遣されたイタリア人、ジョバンニダ・ベラッツァーノが、現在のアメリカ合衆国先海岸を探検しており、記録に残る最初に、北米東海岸を探検したヨーロッパ人となった。 フランス人、ジャック・カルティエは1534年にカナダへの最初の航海を行った。カボット・ベラッツァーのカルティエラの航海は、北、アメリカを迂回して豊かな中国やインドに至る最短の体験航路、北西航路を探すことが目的だった。この航路は19世紀まで見つかることはなかったが、北西航路探索の過程で北アメリカ大陸の海岸部が明らかとなってゆき、 北アメリカ自体に可能性を見出したヨーロッパ人たちは17世紀に東海岸に植民地を築き始めた。イギリスやオランダはスカンジナビアやロシア、シベリアの北を迂回して中国に至る北東航路の探検も行い、ロシアツァーリ国との北海交易を始めたり、捕鯨の拠点となる北極海の島を多く発見したりしたが、やはり氷の海に阻まれ、 アジアへの航路を見つけることはできなかった。ロシアでは、セミオニワノビッチ・レジニョフが1648年に、シベリア東部への探検隊を率い、ユーラシア最東端となる岬、後にレジニョフ岬と命名されたを発見した。イギリスやオランダやフランスは、アフリカやインド洋にも航海して、独自の交易地や植民地を確立し、この方面に独占的に勢力を築いていた。 ポルトガルの地位を脅かした。ポルトガルの最も利益の大きい拠点であるゴアやマカオを新興諸国の拠点、香港やバタビアなどが包囲し、オランダがインドネシアを勢力圏として、公領諸島からポルトガル勢力を駆逐すると、次第にポルトガルやスペインがアジア貿易市場に占めていたシェアは小さくなっていった。新興諸国は残る未知の地域、 北アメリカ西海岸や太平洋の島々など、トルデシアス条約でスペインに与えられた地域も、スペインより先に探検した。1606年には、ウィレム・ヤンツ、ウィレム・ジャンススが、1642年には、アベル・タスマン、アベル・タズマンなどオランダの探検家がオーストラリアを探検している。こうして17世紀中頃までに一部の不毛地帯を除いたすべての地域に、 ヨーロッパ人が到達して、大航海時代は終焉を迎える。世界中の富が集中するようになった英国を、はじめヨーロッパ各国は、いち早く近代化を達成し世界に羽を唱えた。詳細は、大航海時代総書、アンソロジー新世界の挑戦を参照。岩波書店、大航海時代総書、相田優、増田義郎、生田茂等の役中で刊行。 下記が岩波文庫で再刊。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。